おはよう、こんばんは、オネです。本日、ユビートアプリがアップデートされました。主に2つの機能が追加された。判定誤差表示機能とパック検索。その中でも判定誤差表示機能は意外と便利だと思います。だから今度はマスターではなく、それを見せようと思います。マスターが日本語を話せないので、今日の話はすべて機械翻訳を使っています。ご理解ください。その1は設定。表示物設定。プレイ中の判定誤差表示に調整します。はい、設定完了です。さて、プレイ画面に戻ります。お姉ちゃんの曲をプレイしに来てください。さて、イヤホンとセミシグレはどこ？見つけた。レディーゴー。はい、ゲーム画面を見るとマーカーの下にいくつかの数字が表示されています。青は早く、赤は遅く。0だけ表示されず、4超えるとグレになるっぽい。3でもグレる。グレる3とグレない3があるな。これはナノフラワー様が言ったことです。だいたいそんな感じです。あ、ミスド。下のマーカーはタス8を示しています。ああ、その曲を聴くといつも夏の日のような気分になります。さすがや姉ちゃんとオランジェスター。はい、それだけです。少し気が散っていたので、あまりいいプレイができませんでした。次はパック検索。購入されていないパックのみを検索。例えば、オランジェスターと入力します。検索結果が見つからなかった。今回はフェストを入力。検索結果が表示されます。全体的にはとても良いアップデートです。でも、ブレた時だけ表示するとかいうボルテ的な設定できるともっと良きね。これもナノフラワー様が言ったことです。私もそう思います。機会があればこのようなビデオをもっと作ってみたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。